ご老人だとかの、方にですね、演技だとか歌だとか、ダンスだとかを、披露してですね、でそういったご老人の方 と、交流をとって子どもたちに、人間性ですかね、そういったものを、教育するような団体です。新しい時代に必要とされる子どもたちの教育や深い学びから主体的に取り組む態度を教える子ども中心の劇団です。最後のみんなでなんかハッピーエンドになるところが一番見てほしいところです。